福岡県の小学生が給食を喉に詰まらせて死亡した事故を受け、県内でも対応が進んでいます。どうしたら安全に美味しく給食が食べられるのか、教育現場では食べ方の指導など試行錯誤が続けられています。はい、一人分作ってみて。小学校生活の楽しみの一つ、お昼の給食。今日はね、ししゃももあるし、よく噛んで自分の口の大きさに合った大きさに切って食べるようにしてください。今日、給食を口にする前にクラス担任の教諭が2年生の児童に呼びかけたのは、食べる際の注意事項です。大きな声出したらふって食べ物入っちゃうかもしれないよね。給食の献立を考える栄養教諭からも重ねての指導が。いつもより少し遅れて食べ始めることになりました。おいしい。給食を食べるときにどんなことに注意して食べますか？よく噛んで食べてる。余計なことを話さないでよく噛んで食べる。喉に詰まったり、あと噛むことに集中できなくなるから。一緒に給食を食べながら児童の様子を見守るクラス担任には、いつもより緊張感が漂っていました。自分もちょっと人事じゃないなっていう、気をつけないとなっていけない、より一層心を引き締めていきたいなと思いました。給食の様子がいつもと少し違うのは、痛ましい死亡事故があったからです。おととい、福岡県みやま市の小学校で1年生の男子児童が給食を喉に詰まらせて死亡しました。市の教育委員会によりますと、詰まらせたのは2層電に入っていたうずらの卵とみられています。うずらの卵は栄養価が高く、いろんな料理に合わせやすい便利な食材です。その一方で、日本小児科学会は窒息を起こしやすい食品の一つだと指摘しています。今回の死亡事故を受け、県教育委員会は文部科学省から届いた学校給食における窒息事故を防ぐための通知を、各市町の教育委員会や特別支援学校に今日送りました。では実際にどうしたらいいのか。悩みが深くなっているのは、給食の献立を考える栄養教諭です。当たり前のようにうずらの卵は献立の中に入れていたので、栄養を取るためには、必要な食材だなと思っています。特にやはり卵は本当に他のものでっていう代わりのものがなかなかないものですから。こちらの学校では平均月に2回から3回ほどうずらの卵を食材として使っているそうです。今後、うずらの卵の扱い方について教育委員会と検討する方針ですが、窒息事故への対応としては食べ方の指導を徹底していくことが重要だとしています。今はいろんなことが食べ物を通して教えられる、そういう面でも気をつけて食べる指導っていうのが大切なのかなと。給食はバランスの良い栄養を取ることに加えて、食事のマナーを学んだりする食育の場です。児童が犠牲になる痛ましい事故を繰り返さずに、給食本来の役割を守っていくことが求められます。